また一度6章です。また一度6章、13節から20節,節まで。さてビリ、彼らは言ったパ,パプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあり、また他の人たちはエ,エレミアだと、また預言者たちだという人もあり。 シモンペテロが答えていたあなたはイケル神の御子キリストですで。は私たちは私あなたに言います。あなたがペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。パテスの門もそれにはうち勝てません。 その時エスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちにいます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 に、あなた方は世界をいかす宣教すですいますてた地を譲りましょま 神の国に行くまで私たちをいつも守ってくださる契約の御言葉を礼拝の中で握る時間になれるように神様が私たちに与えた契約は変わらない。 不便の御言葉ですその契約の中で私たち人生のすべての個体が探されるそんな祝福があるように祝福します信仰生活をする間一生懸命努力しても何うーん何とかわからない葛藤がある人いらっしゃいますか本当に神様から与えた 契約を持って答えを握るべ持つべきなんですけど答えがなくて生きている方もいらっしゃるでしょうまたいろんな霊的な問題で他の人には言えないけど悩んで苦しんでここにいらっしゃる方いらっしゃいます,いますか私に あるまぶしさとか愚か,を愚かで悩んでいる方もいるかもしれないですけど今日どんな現場でどんな傷を持ってここに来ても精霊の働きで一人一人に正確な答えを当たると思います。 それを握って実際的に失った重要な祝福を探せるそんな時間になれるように主の皆で祝福します神様が私たちに与えてくださったのは福音です宗教じゃないんです初めから私たちに福音を与えてくださいましただったら福音の中で私の人生が整理されなかったらいけませんキリストの の中で私のすべてが整理されるべきです。私は誰,誰か、福井の中でキリストの中で私が誰かに対した整理ができなかったらいつもいろんな問題の中で試みに合うんです。また 人々の気兼ねをして私が苦しんで私,私たち人の気兼ねをよく見ていますねそれが福音で整理できたらそれが必要じゃないんですそれができないのに人の気兼ねしていますで韓国人だったら人々の 気を気兼ねをするそれを気をついています。韓国の民族はそれに気ついています。でも私が誰かに大事たことが福井の中で整理できたら誠の答えと祝福を味わうから他の人々とは関係ないんです。私 誰か福音の中で整理できなかったら自分から決,、ま、決めているそんなあールールがあります。そのルールで自分が苦し,め苦しめられます。それ福音じゃないんです。自分があー決まっている規則で。で 福音で誰か私が誰かに対した自分の人生に対した整理ができたらその中で世の中の人々が味わえない本当の幸せを味わいそこから力が出ますそこで本当の自由さを味わいますそれヨハネ・ 8章32節真理を知りその真理が,あな,たがあなたを自由にされる私たちあ頑張っても一生懸命努力しても力ないんでしょうか本当の自由がなかったら この時間本当に私が誰かに対したことにキリストの中で探せることを祝福します特に福音の中で自分の人生を 探さなければならないんです。それに対した重要な部分が今日読んだマタイ16章で出ています。イエス様が重要な質問をしました。人々が私を誰かと言いますか？また、あなたは。あなた方は私を誰と言いますか？主はキリストで。 生きている神の御子ですとペテロが答えましたとても重要な告白でしたこの告白をしたペテロにイエス様が祝福しましたそんなに知ったのが あなたの努力じゃなく神様の知らせですって17節に言っていますするとイエスが彼に答えて言われたパ「シモン」「シモンあなたは幸いです」「このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です」「そうです」それは神様の恵みから 分かるんですこのペ,ペトロの告白を通って主は重要な宿泊をしました祝福をしました「主はキリストで生け,ける神の御子です」という告白それは私たちの人生の全ての問題を解決する。 方を送ると約束したのにあなたがその方ですという告白です。創世の前から約束したそれがイエス・スキリストでで成し遂げられたという告白ですこの告白の中で含んでいますそれがそれでキリストは全ての問題の解決であり 全てのことの完成で,です私の心の中でイエスがキリストであることに 私の人生の全ての問題を終えたというそれがぶつかってこなければならないんです。知識的に分かることじゃなく花教会の生徒だったら「イエスがキリストであることを分からない人はいません」でも知識的じゃなくて本当に実際的にぶつかってくる。 ほど神様が門を開いていてますそれでまた聞いたメッセージだと思わないで神様が私に初めて与えてくださるメッセージだと思って聞きなさい失った全ての祝福を回復する時間になるようにたったら一番目。 イエススはキリストです私の全ての問題を解決した「イエス」がキリストです。その中で全てがあります。イエスがキリストであることを悟って祈るほど神様は私たちを作って立てて。 くださいますなぜなら「主はキリストであり生け,ける神の御子です」というその私が私の教会を建てると教会はキリストが泊まる家で,家です。それで私の教会を建てる。 イエスがキリストであることを分かって祈るほど主が私の教会を立てるそれは私を作って立てていくことです他の上に私の人生が建てら立てればいけませんそれは 崩れます潰れますそれがパベル塔です神なしで福音なしで成功できるんですけど満足できるんですけど必ずそれは潰れてしまいますレフィリムになりますまた言 七章によく知ってますね。イエス様が自由で言いました。万石の上に作ったことも家もあり、砂の上に作って作った家もあります。雨降って風吹いても岩の上の家はもっともっと強くなります。そうじゃないと。 崩れてしままいつぶれてしまいます。そうです。イエス様は私の教会を建てる。私の人生も魂も主が作って建ててくださいます。私の子どもも教会もそうです。 信仰生活は何でしょうか私がない私じゃない主が私の代わりに私を作っていくことその中に私がいることそれが信仰生活です私が主人になってはいけません主が私の私を抑えて そんなにできるそれが主が主の教会を建てたということです。本当に覚えていくことは教会が立てると暗闇の力がパデスのパ,スのパ,スのパーデスの力が崩れます。 私が教会にならなかったら、キリストの体にならなかったら、神の神殿にならなかったら、私が私にあって。ずるいサタンの力が、バーデスの力が私たちを攻撃します。バーデスの力が教会を勝てません。主を勝てません。 それで私が教会になり教会が主がいらっしゃる神殿にな,ならなければなりません。で私たちはイエス・キリストによって神殿になりました。神様が私たちと共におられます。私から去っていけないと約束してくださいました。それで私たちの人生の問題はただ一つです。共におられる 主を忘れてしまうことですそのキリストを逃してしまうそれが私たちの問題であり主は私とに共におられると約束したんですそれでパーディスの力が勝てません絶対滅ばないんですそれで試みにあって 葛藤してそのくらい私たちが苦しみにあいます私たちは滅ぼない存在です。私にある弱点も私を崩れません。私にある愚,愚かも貧弱も構いません。バーデスの力が私たちを 私たちにも,もしあー、霊的な問題があっても構いません。もし救われない、救っていない人々に霊的な問題があったら、その霊的な問題がその人を滅びてしまいます。でも、救ったものはそうじゃないんです。その問題を もっとその答えのもんにしますそれを本当に覚えてください神様の神殿で私の教会を建てると言ったその私たちにバーデスの力が勝てない救われた者たちはどんなものも どんなものも私たちを崩れません子どもの問題家の問題家紋の問題があっても譲れる必要がないんですその人には神様の絶対な計画がありますその問題にそれでクロスビー皆様よく知ってますね本当に。 えー、霊感のある賛美で数多くの人々に影響を与えた人がクロスビーでした自分も知らずある日本当に見えない人になってしまいましたその見えないクロスビーに自分の母も母と おばがあが育てましたけど母,が母はああの風,に風に家を出て暮らしたからおばあさんが神様の御言葉を伝えました。その黒すみの心の中に羨みと不平。 それが含まれたことじゃなく神様の福音がその心に含まれてそれでクロスビーが本当に霊的な感動を受けて賛美の詩を作ったんですその詩が今まで一番たくさん賛美される賛美になったんです。 クロスビのそのクロスビが主の恵みを受けたから私は見えたくない目を覚ましたくないと言ったんです心理学者が言う人々に人々それぞれのコンプレックスがありますそのコンプレックスを人々は他の人に知らせ たくないいと言いますでもどんなコンプレックスを持っていても本当にバデスの力はそ,のそれを打ち勝てません。 福音を味わえなかったら全てのことがサタンの試みに合うことになりますけど実際福音を味わえばその福音の中で私の人生が整理されると私にある全てのことが土台になることそれを記憶してください教会を立てる私の教会を建てると った神様の神殿になった私を神様が建てていきますそれで世の中の人々は暗闇に掴んで滅びますけど私たちにはバーデスの門がそれには打ち勝ってません天国のー鍵を天の国の鍵をあげますと言いました マタイ福音を書いた作者が本当のマタイ福音はユダヤ人のあいユダヤ人を相手に書きましたけどそのユダヤ人は神様という言葉をよく使いません。それで天国と 天の国というその言葉を使いました。それで本当に地上でつなぐなら天の国という言葉を作っていますけど天の国の鍵を上げているというのはどんな意味でしょうかそれは神の国の一番重要な木は何でしょうかそれは統治権です。それで 地上で繋ぐならそれは手においても繋がれまおり地上で解くならそれは手においても解かれていますとそれ全ての統治権を私たちに与えてくださって全てを抑えて支配されるようにキリストを知っている人は キリストにあるその統治権を私たちに委任してくださいました。それで全てを抑えておさおその力を与えてくださったということです。だっただ祈りはあ愛がするものじゃないんです。祈りは 今私に来ている精霊が知らさってくださる秘密を味わうのが祈りです。それで他のことを以前に一日を始めながらそれを毎日考えて皆さんの口からこの告白が 出るように祈りますそんなだったら神主がそんな祝福が皆様にあると本当にそ,そうすればスの門がそれに打ち勝てないそんな祝福があります。それで神様がこの世を支配していくそんな力を私たちが味わえる。 私たちが毎日覚えることはイエスがキリストであることです。歴史的に一番強い教会はどんな教会でしたか福音で整理され答えを持った教会でした。それでそのミッションを持ってワンレスになった教会が世の中で一番強い教会でした。その教会が 福音で答えを出して、福音で整理され、一人一人がミッションを持って、ワンネスになって集まったんです。その教会が、マルコの奥蔵の教会ですそのひ。そこの一人一人は、福音が整理され、福音の中で答えを持って、福音の中で自分に与えたミッションを持って、マルコの 奥上に、奥,奥の間にあ集まって祈りました。教会の建物もなかったんです。偉い人々もなかったんです。で神様から与えて福音を持って、ミッションを持って、ワンネスになったあマルコの奥上の,奥奥上の教会をいろんな破壊が。 あったんですけど、それもマルカの教会を打ち勝てませんでした。本当に重要な思想であった、それをユダヤ人が持っていたんですけど、そのユダヤ人もマルコの初,初代教会を勝てませんでした。政治 君子的なあ力を持っていった強いローマもマルコの初代教会を勝てませんでした。それはキリストが全てのこと,ことを成し遂げたというその答えを持っていたからです。それでそこでワンネスになったから、そのマルコの屋上の教会、 私たちの花教会が一人一人キリストの福音の答えの整理を持ってキリストの中で自分に与えたミッションを発見するものになってそれ,をそれで一つになる。 マルコの教会のようにワンナスになる教会になれるように祝福します。そんなになる時人時代の災いを解決する救う生かす教会になれると思います。花教会が主が来られるその日まで他のことは全部逃してもキリストの福音の子で答えを持つ。 商人になるミッションを持つこの時代を持ってこの時代を生かす教会に立てられるように祈って本当に教会を攻撃する力がありますまたに敵キリストが起きて人々を信仰から去って教会からあ チラセルと言いました。ティ,テ,ィえー、ティモテに、ティモデに最初を本当に力を否認する、そんな教会になると、目白くにも、 本当に最後の時悪魔は教会を攻撃すると言いましたそのサタンの働きの前で勝利する答えがありますそれは一人一人がキリストの答えを持つ持ってミッションを持ってワンネスになる時教 本当に人時代を生かす。教会を生かしてから、教会を生かされてから、民族が生かされる。福音を持った教会に建てられることです。2番目。キリストが十字架で全てを成し遂げられたと言いました。神様の御言葉が。 成し遂げられたとキリストは全部成し遂げられたんですけど私自身を振り返してみましょう私たちの生活を見ましょう私は相変わらず問題の中に苦しみの中に苦痛の中にいますまたいろんな心配するべきなことが私にはありますなぜそうでしょうか私の状態はなぜ そのまま問題の中にいましょうか。そこに神様の答えされるべきな絶好の機会がそこにあります。神様の答えを受けるべきな持ってこいの機会があります。絶好の答えがそこにあります。 この部分が見られないから、信仰生活を知っていても、落胆して、絶望して、いつもうん、難しいです。私の問題の中で、神様が答えるべきな、本当にもってこいな機会があるのに、それを分からなければならないんです。 信仰生活の中でイエスを信じているのに私がなぜこんな問題があるか私は私は本当に皆さんにそんな問題がなかったらもちろん問題がな,くないといいなんですけど問題がないのも神様の答えなんですけど その問題と苦しみをよく見ないから、そこにある神様の答えを探せていないんです。イエスを信じても苦しみがあり、苦痛があります。でもそれが問題じゃなく神様の答えを探す機会ともんです。その 中のその間の神様の計画をよく見なければならないんです。それで私たちは葛藤しているんですけど、そこにある神様の計画を本当によく見なければならないんです。イイエスイエスス様の 本当にの小さい時から悪魔に取られた子このために 悪魔に取られた子供を持っている親が、イエス様に会う前に弟子たちに会ったんです。で、その弟子たちが悪魔を追い出すことができなかったんです。それでイエス様にあなたができればそ、そ,その悪魔に。 はあ、それで「お出来になるものなら私を憐れんでお助けください」と言いました「その時二十三節にマルコ九9二十三節にできるものならというのがのか信じるものにはどんなことでもできますと」とその時するとすぐにその子の父が叫んで言いました「信じます」。 不信仰な私をお助けくださいその時イエス様はその悪魔を追い出されたんです。なぜ弟子たちはそれができなかったでしょうかその前には弟子たちも癒されたんです。ル 中三章,章,章に見たら、主の名で、ルカ十章十七節に、主の名でと弟子たちも体験しました。悪魔たちが紅白する。その時、本当にそれで、 サタンが稲妻のように天から落ちましたと言いました。それであな,あなたたち貝を加えるものは何一つもありませんと、イエス様が言いました。そんな経験を弟子たちも持っていったのに、マルコ急章を見たら、イエス イエス弟子たちはそれができなかったでしょう。なぜその時はあサタンを追い出すことができたのに今はできないか、主はでき,できるのに私はできないか、キリストは全ての問題を解決する力なのになぜ私はできないか、それを隠したことじゃなく。 あの弟子たちは主の前で質問しました。あ仰生活の中で、えー、できないことがあったら隠さないで、主の前でその姿通り質問しなさい。なぜ私はできないでしょうかあ主は全部完入したと言,言ったのになぜ私はできないでしょうか弟子たちはそう質問しました。 人々はも問題にあったらあの心配し絶望をしてしまい主,の主に尋ねないんです。です弟子たちは本当に静かに真剣に質問しました。それで祈りのほかには。 祈りによらなければ何によっても追い,出す追い出せるものではありませんとその時本当に信仰でそれを受けたんです重要な部分を持って葛藤している部分に質問した時祈りによらなければ何によっても追い出せることは 追い出せるものではありませんと聞,こえて時聞いたとき本当にどんな心で祈っていますか私の人生が福音の中に整理されると私が持っている問題,の問題を祈りの中で答えを探せる探せられると死と一緒三節に神の国 40日の間集中して復活したイエス様神の国に上がらなくこの世に泊まって30日の間弟子たちに神の国の内容と実際のことを言いましたそれで神のことを語り神のことの 神の国のことは統治権です。すべてを抑えるのに、治めているのに、私は抑えめることがないんです。神の国のことを言ってくださったのに、私は抑えられることが一つもないんです。そこに重要な神様の答えがあります。私はいつも抑えられて生きていて、もうできていない。 ことに前から心配して全部奪われています。神の私はいつも私の問題、環境に苦しんでいます。その中で私が探すべきなことがミッションです。そのミッションのことを40日の間、天の国に上がらなく。 お,おっしゃってくださいました。神の国のことをおっしゃるとき、どんな心で弟子たちにおっしゃったでしょうかどんな心で弟子たちに40日の間、神の国のことをおっしゃったでしょうかそれを考えてみなさい。それで弟子たちはどんな心でそれを受けたでしょうか弟子たちに神様が。 行っときそれが弟子たちの心に本当に確認されたでしょう。そのときマルコの部屋に戻って祈られたでしょう。魂に確認されたからあ本当にマルコの部屋で祈られたんです。そのくらい一つになったんです。ワンネスになったんです。神様の契約にそれで本当に。 神様のイエス様の精霊と弟子たちの心が通じたと思います。私たちにもいろんな問題があります。限りがあります。あ弱さがあります。でも神の国に対して40日の間おっしゃいながらそれを探すようにしました。私にある いろんな問題、弱い問題、それは神様が私たちに私に与えたミッションをできる重要なものです。その中で答えを探し、神様の国の祝福に入るんです。主はできるのに私はできないんです。そこで私たちは 答えを探し、神の国の祝福に入るんです。私たちがこの世に生きる間、神の国を味わって、それを、それで生きるのが救いであり、信仰生活です。私にはなぜ神の国が味わえないか。死と遺書発説に、ただ精霊があなたたちに、 望まれるとあなたたちは権にを持力を得てエルサレムとユダヤとサマリアを地と果てまった私の証人になると言いましたその中にそれが本当に実際私はどうでしょうか毎日聖霊の満たしの中で主が与えてくださる証拠を持って生きているでしょうかそうじゃないと。 神様が上から与えてくださる力を与えるそれが精霊充満なんですけどそれでなぜ私どうしたら私が精霊の満たしを受けるでしょうかそれに対して答えを探すべきでしょうそれがオリボ山の祝福です私が本当に精霊の満たしの 本当に精霊が満たし精霊の満たされると地の果てまでと私はいつも限りにぶつかってそれを超えないんですで証拠はうんもちろんなぜ私はあ答えを受けないかそれを探さなければならないんですそれが祈りです その中で死の果てまで承認になる祝福が私たちに望まれるでしょう。まとめます。主は明らかに私の 問題を全部解決する方に来られました。今私にある問題は何でしょうかそれを通して私たちに神様は全てを探せるように祝福してくださいました。それでキリストは全ての問題の答えであり解決者であります。シト・パウロは本当に いつ,もいつでも賛美神様を賛美しいろんな問題を持っているのにいつも感謝したのがパウルです私は本当に乏しさんに会ったんですけど私が全部を持ったものだと告白しながらパウルはキリスト 福音の中で自分の人生に対した整理された答えを持っていたからです。だった,らだったからどんなものでも自由を味わい。一番たくさんの問題を、ま、持って破壊を受けたも賛美と感謝が続けられたんです。私の人生で福音で答えを持っていたから。コリント章12章に 私たちがこの世の魂を受けたのではなく神の御霊を受けましたそれは恵みによって神から私たちにえたまったものを私たちが知るためです皆様福音の中で私たちに全てのことを恵みで与えてくださいましたそれで世の中で で、世の中の人々が羨らましいことを私には必要な,ないんです。すべてのがキリストの中で恵みで与えているから。それで精霊で私に与えてくださった。キリストの中で恵みで与えたことを知らせるため。 福音でキリストが私に与えたものを探して新しい始まりが皆様にあることを祝福します賛美して祈る時間を持ちます賛美はある日私は知りました祈りの課題を見ましょうキリストの中でいる伝道弟子の祈りです十分で完全で全てであるキリストの 奥義の中にに入られるようにしてください2番目問題の中で答えを探して神の国の祝福の中に入られるようにしてください。3番目ただキリスト神の力で生きられる私の答えを探す祈りの中で入れるようにしてください。1番はキリスト2番は神の国です。3番目ただキリスト神の力で生きられるようにしてください。